危ないところだったがな。まあ見ての通りだ。シューラン様、助かりました。二人とも無事で何よりだわ。損害は大きかったようね。は、しかし彼女らのおかげで防壁こそ破られましたが、最小限の損害で済みました。町の住人も皆無事です。我らは大領義勇軍、黄巾島の暴乱に抵抗するためこうして兵を挙げたのですが、変なからくりってなんやねん。すごいからくりの言い間違いやろ。思い出したわ。どうしたの、こんなところで。うちも大領義勇軍の一員なんよ。そっか、あの時の姉さんが陳流の修木様やったんやね。姉じゃも知り合いなのか。前に服屋ぐそれは内緒にしておいてくれ。よくわかんないけど内緒にしとけばいいの。わかったの。どうしたんですか、シュンラン様。いや、なんでもない、なんでも。その義勇軍が？はい、黄巾の賊がまさかあれだけの規模になるとは思いもせず、こうして花公園様に助けていただいている次第。そう、己の実力を見誤ったことはともかくとして、町を守りたいというその心がけは大したものね。面目次第もございません。とはいえ、あなたたちがいなければ私は大切な賞を失うところだったわ。シューランとキーを助けてくれてありがとう。はっ。あの、それでですね、カリン様、ナギちゃんたちをカリン様の部下にしてはもらえませんか。義勇軍が私の指揮下に入るということ。聞けば曹操様もこの国の未来を憂いておられるとのこと。一品の力ではありますが、その対応にぜひとも我々の力もお加えくださいますよう。そちらの二人の意見は。うちもええよ。神竜の修木様の話はよう聞いとるし、そのお方が大陸を治めてくれるんなら今よりは平和になるっちゅうことやろ。魔王ちゃんが決めたなら私もそれでいいの。シューラン、
彼女たちの能力は？は、一晩共に戦っておりましたが、皆鍛えれば一角の将になる器かと。そう、キーもマナで呼んでいるようだし、良いでしょう。三人の名は？革新と申します。マナはナギ。曹操様にこの命お預けいたします。リテンや、マナの魔王で呼んでくれてもええで。以後よろしゅう。ウキンなど、マナはサワっていうの、よろしくお願いしますなど。ナギ、魔王、サワ、そうね、カズト。差し当たりあなたたち3人はこの男に面倒を見させます。別段の指示がある時を除いては彼の指揮に従うように。このお兄さん大丈夫なん？こないだもうちのからくり壊してたけど。私は結構平気かも。意外とかっこいいし。曹操様の命とあらば従うまでだ。あら、何か問題がある？終わりです。なんでこんなのに部下をおつけになるんですか？あんたと違って私はちゃんと仕事をしているの。カリン様、周囲の警戒と追撃部隊の出撃完了いたしました。住民たちへの支援物資の配給ももうすぐ始められるかと。ご苦労様、ケイファ。で、何の話だったかしら？本郷のことです。こんな変態にカリン様の貴重な部下を預けるなど、部下が怪我されてしまいます。いきなり迫られるのはさすがに困っちゃうの。せやな。ナギはどうなん？命令とあらば。上官の理不尽な命令に意見する権利はあるのだろうか。私は感知しないから、するなら同意のもとでしてちょうだい。三人とも、カズトに無理に迫られたら痛い目に合わせて構わないわよ。そういうことなら了解ですわ。さ、よろしゅうな、隊長。了解しました、隊長。異論がある？特に問題はないかと。よかったね、3人とも。春蘭はどう？カズトの素質に問題でもある？いえ、これで本郷も少しはカリン様の部下としての自覚も出るのではないかと。貴様ほど自覚のない奴も珍しいと思うぞ。それではこの件はこれでいいわね。物資の配給の準備が終わったら、この後の方針を決めることにするわよ。各自作業に戻りなさい。了解です。
て、これからどうするかだけれど、新しく参入したナギたちもいることだし、一度状況をまとめましょう。シュンラン。は、我々の敵は黄金島と呼ばれるボートの集団だ。細かいことはシュラ、任せた。やれやれ。黄金島の構成員は若者が中心で、散発的に暴力活動を行っているが、特に主張らしい主張はなく、現状で連中の目的は不明だ。また狩猟の聴覚も旅芸人の女らしいという点以外は分かっていない。分からないことだらけやな。目的とは違うかもしれませんが、我々の村では地元の盗賊団と合流して暴れていました。神竜のあたりでは違うのですか？同じようなものよ。ナギたちの村の例もあるように、事態はより悪い段階に移りつつある。悪い段階？どういう意味ですか？ここの大舞台を見たでしょ。ただバカ騒ぎをしているだけの烏合の衆から、盗賊団やそれなりの指導者と結びついて組織としてまとまりつつあるのよ。要するに、今までのように春蘭が大声で吠えたくらいじゃ逃げ出さなくなるってこと。ああ、なるほど。本当にわかってるのかしら。春蘭やキーだけでは苦戦するということだろう。それくらいはわかるぞ。バカにするな。ともかく、一筋縄ではいかなくなったということよ。ここでこちらにも味方が増えたのは幸いだったけれど、これからの案、誰かある？この手の自然発生するボートを倒す定石としては、まず頭である聴覚を倒し、組織の自然解体を狙うところですが。聴覚ってどこにいるんですか？もともと旅芸人だったせいもあって、正確な居所はつかめていない。というより、むしろ我々のように特定の拠点を持たず各地を転々としている可能性が高い。そうよ。でもだからこそ、その相手を倒したとなれば、カリン様の名は一気に上がるわ。失礼しますなの。どうしたのサワ、また黄金島が出たの？ううん、そうじゃなくてですね。なんだ、早く言え。町の人に配ってた食料が足りなくなっちゃったの。代わりに皇軍用の糧食を配ってもいいですか？ケイファ、糧食の余裕は？数日分はありますが、義勇軍が入った分の影響もありますし、ここで使い切ってしまうと長期に及ぶ行動が取れなくなりますね。とはいえ、ここで出し渋れば騒ぎになりかねないか。いいわ、まず3日分で様子を見ましょう。わかりましたなの。ケイファ、軍議が終わったら糧食の補充を手配しておきなさい。承知しました。すみません、我々の持ってきた糧食は先ほどの戦闘であらかた焼かれてしまいまして。何よ。何を当たり前のことを言っているのだ？なるほど。
ほど。にゃ？その手があったわね。どういう意味だ？良いところに気づいたわね、カズト。隊長、なかなかやるやないの。おい。あれだけの大部隊が動いていたのだもの。現地調達だけで武器や食料が確保できるはずがないわ。どこかに連中の物資の集積地点があるはずよ。よい、すぐに各方面に偵察部隊を出し情報を集めさせます。ケイファは周辺の地図から物資を集積できそうな場所の候補を割り出しなさい。偵察の経路はどこも同じくらいの時間に戻ってこられるよう計算して。できるわね。お任せください。他のものはケイファの偵察経路が定まり次第出発なさい。それまでに準備を済ませておくように。わかりました。偵察任務だろ。それだけわかれば十分だ。相手の動きは極めて流動的だわ。仕留めるにはこちらも情報収集の速さが勝負よ。みんな可能な限り迅速に行動なさい。も偵察に出すわ。カズトはサワに作戦の詳細を伝えておいて、食料の配給作業はあなたが引き継ぐように。